中年オタッキーです。繁忙期は終わったはずなんですけど、なかなか仕事が暇になりません。道は空いてきてるんでね、楽にはなってきてるんですけどね。でそんなわけでね、写真を撮る時間がなかなかなくて、ってか全然なくて困ってます。ぼちぼちね、撮り上がった写真のネタが消えつつあるんですけど、まあキャノンフレックス RP とか、なんだっけ、ヤシカハーフ17とかの写真もまだあるっちゃあるんですけどね。で今日は撮り上がった写真の中で、一番季節外れになっていってる写真が多い、このミノルタフレックスさんを紹介します。こいつはね、ヤフオクで1700円でね、ジャンク扱いっていうものを購入したんですけどね、まあそれをちょっと紹介していきます。それでは本日の動画スタートしていきます。はい、今日紹介するこのミノルタフレックスはですね、ミノルタフレックスのタイプ3っていうやつになるみたいです。で、まあ、先ほども言いましたけど、ヤフーオークションで、ジャンク品をね1700円、送料込みで3000円いかないぐらいで、買ったんですけどね。レンズもほぼほぼ綺麗で、特にね何もいじるところはなかったです。でジャンク品扱いだったんですけど、シャッター速度もしっかり変化して、絞りもちゃんと動きました。でピント合わせのヘリコイドもねすごいスムーズに動いて、これ多分ねプロカメラマンかなんかが使ってて、定期的にメンテナンスしていたものであると思いますね。でそれがなんか何も知らない人のところに渡って、でよくわかんないから適当にジャンク品で売ろうみたいな感じで売ったんでしょうけどね。まあ幸運だったというか、まあ出品情報を見て、そのあこの人はカメラ素人だなと思って、狙って、落札したものになります。で、ミノルタフレックスなんですけど、まあ人気なのはねミノルタオートコードになるんですけども、それ以前のミノルタフレックスでもね十分に性能はいいみたいで、これはねテッサータイプの4枚玉のレンズが入ってて、でなかなかいい描写をするみたいです。とりあえず先に、作例をちょっと見ていただきますかね。それでは作例と、作例見ていただけましたかね。まあこのひまわりの写真とかも、そうなんですけど、これちょっとハンドルの上にパソコンが置けなくなって、無理やりちょっと台を作って、あんまり調子よくないんですけど、とりあえずパソコン置けなかったんですけど、この時代のレンズってそんなにいいコーティングはされてないと思うんですけどね、しっかりいい色が出てますね。でこれコダックのエクタ100っていうね、エクタって通常はリバーサルフィルムの名前なんですけども、このブローニー版はね現在コダックさんはリバーサルフィルムがなくてですね、でエクタ100も一応カラー願いになります。でまあねちょっとね凛々しいひまわりを撮りに行ったらね暑さがきつすぎて夏バテしたひまわりが撮れたっていうがっかりした写真にはなってますけどね、まあ色を見るにはいいのかなという感じで、まあいい色が出てるんだと思います、これ多分ね。でこのカメラの特徴なんですけど、この時期にね発売されてる二眼レフカメラの大半がねマックスでねシャッター速度が300とか250とか、下手したらね200分の1とかね
そういうカメラが多いんですね。で、まあ、高感度のフィルムを、使うときにちょっと心もとないなと。まあ、現実にはね、ネガを使う限りではね、まあ、200分の1でも十分ちゃ十分なんですけども、やっぱこだわる人はね、その、シャッター速度速いスピードが欲しいなっていう人も多いでしょうけど、これ500分の1まで切れるんですね。で、先日紹介したあの師匠から借りたヤシカフレックスとかと比べてね、かなり高級な、機能が入ってます。まずね、こいつね、多重ロックを防止装置がついてます。通常はね、まあ、フィルム装置して、もうこれフィルムが入ってないんであれですけど、フィルム巻いてカチッと止まって、で、シャッターチャージをして写真撮るんですけど、で、通常のカメラはね、もう一回シャッターチャージして、これ今フィルム入ってないんで、シャッターチャージして写真撮れますけど、シャッターチャージして写真撮れちゃうんですね。でも、ミノルタフレックスはフィルムが入ってて、このちゃんと巻き上げて、カウンターを動かしている状態で、写真を撮ってる場合は、一遍シャッターチャージしてシャッターを切ったら、もうフィルムを巻かないと、シャッターチャージしてもシャッターが切れないという、多重ロックを防止機能がついています。二眼レフカメラ、ヤシカフレックス、プリモフレックスと使ってきましたけど、どちらのカメラでもやっちゃいました。いやー、フィルム1本あたり1回ぐらいはね、その多重ロックのミスをね、やっぱ慣れてないんでやっちゃいます。それで、フィルム1本1000円ぐらいして12枚しか撮れないんで、一回やったらね、もうね、現像代も含めると百何十円の損失になってくるんですよ。で、この多重録音防止機能はね、非常にありがたいです。で、ミノルタオートコードとね、比べると、ミノルタフレックスはまだね、比較的安価なんでね、狙っていいと思いますよ。稼働品でも5、6000円ぐらいで落札できるんじゃないかなって。これはジャンク品でしたけどね。ちょっとね、レンズが曇ってたんで、レンズ、後ろからばらしてね、何枚か清掃して、まあまあいい感じになって、写真撮ってますけどね。で、フィルム装填はね、ミノルタオートコードは上から下ですけど、これ下から上です。今これちょっと空の、なんだっけこれ、芯が入ってますけど、フィルム取り終わったら、この空の芯を取り出して、この上に移動ね。上に移動するんですけど、これ装填が結構難しいんですよね。よっ、這い上がるこの野郎、入った、よっしゃ。で、上に装填して新しいフィルムを、下から上にで、開いた巻き上げていって、で、ここにね、赤いマークが、で、赤いマークのとこにね、フィルムにスタートっていうマークがついてきますんで、それを合わせてから蓋を閉めると。で、閉めるときはこれを、よっと。ほんで、そのときに、フィルムカウンターをリセットします。はい、今リセットしました。これね、このボタンを押しながら、ここをね、後ろ側に、このスイッチっていうか、なんて言うんですかね、これ出っ張りを後ろ側に引っ張るとカチンってなって、で、これね、三角マークが出るんですね。この三角マーク、ほんでフィルムを巻いていくとね、ずーっと巻いていくと、そのうちね、これが1になってカチンって止まります。そこから撮影スタートっていう方式になりますね。で、これ蓋はまあ手で開けるんですけども、この内側を押すと、はい、ルーペが出てきますね。で、ルーペが出てピント合わせて、で、このさらに押すと、これこんな感じになるんですよ。これね、こっちから見たらね、構造を決定できる、つまりこのウエストレベルじゃなくてこのアイレベルで、写真を撮れるということになりますね。凝った作りにはなってます。で、非常にね、まあ、ヤシカフレックスも結構良かったんですけどね、さらにこう立て付けとかがいいですね。で、それもそのはず、このカメラね、
当時の二眼レフカメラの中ではかなり高級機で、例えば普及機のね、あのリコーフレックスとか、ああいうのがね、4、5台買えた値段だったらしいです。高かったらしいですよ。で、まあ、シャッター速度も500分の1まで切れますし、その現代的な写真でもね、耐えれるぐらいの性能は、持ってます。で、今回ね、ちょっと、師匠からいただいたね、期限切れフィルムでも撮ってみました。で、これはね、富士の400、カラーネガの400を10年ぐらい、期限切れしたものだったんですけども、そちらでもこのカメラで写真撮ってますんで、軽く作例を開けていきます。それではご覧ください。サクレ上げて、まあ、見てもらったんですけども、まあ、色的にね、そのとてもね10年落ちの、ね、フィルムとは思えない、いい色が出てました。で、なんか師匠熟成したっていうことでね、10年間何かこう適切な環境で保管されてたんでしょうね。で、多分これ純正というか期限内のものよりもね、味がある色になってます。なんか深い色になってますね。で、まあこのカメラのレンズ、の特性もあるんでしょうけどね、まあいい色になってますね。で、もうちょっとね時間をかけてね写真撮りたかったんですけど、なかなか時間が、撮影する時間も本当何にもなくてね、適当な写真になっちゃったってなっちゃったですね。で、期限切れのフィルムのあれなんですけども、ものすごく巻き癖がついてる。10年間もね巻きっぱなしで置いてあったんで巻き癖がついてるんで、現像に出したらね、そのネガシートに入れれないよって言ってね、丸まったまま帰ってきました。なんかパトローネケースにね、入れて帰ってきたんですよ。で、もちろんね、スキャンするときもね、丸まってたらね、もうとにかく、特にね、ブローニーフィルムはね、丸まってたらね、スキャナーのね、枠に入れにくいんで、僕はね、その逆巻きにしてパトローネケースに押し込んで、半日ぐらい置いててまっすぐ伸ばしてからねやりました。期限切れフィルムをね、ブロニーで使う方は、まあ、35mm 版でもひょっとしたら使えるテクニックかもしれないですけど、手垢がつかないようにね、ちゃんと手袋をつけてから、逆巻きにしてしばらく放置すると、ある程度のフィルムまっすぐになりますので、使いやすくなります。まあ、今日の動画はねこんな感じになっていくんですけども、とにかくね、カメラが多すぎてちょっとわけわかんなくなってます。本当にね、1台行方不明になっちゃって、なんだっけ、ペン EE3 が行方不明になって、行方不明になったことにずっと気がついてなくて、カメラが多すぎるもんで、ちょっとね時間もなくて困ってるんですけどね、じゃんじゃん写真撮ってじゃんじゃん動画を上げていきたいところではあるんですけど、まあ時間がなかなかね、まあ二眼レフカメラはねとりあえず、プリモフレックス、ヤシカフレックス、ミノルタフレックス3台紹介していきまして、とりあえずここで一段落かなっていうところなんですけど、ミノルタオートコードのジャンク品もね購入してるんですけど、修理する暇がないんです。全く暇がなくって、多分ねあれレンズボードを上げてシャッターユニットまで行って、シャッターユニットの洗浄して油を差し直したらもうすぐ動くようになると思うんですけど、レンズ切れたし写真撮りたいんですけど、なかなか暇がありません。ね、仕事しながらなんでどうしてもしょうがないんですけどね。まあ、今日の動画はこんな感じになります。次の動画なんですけど、次何行こうかな。キャノンフレックス RP の紹介行くかな、ちょっとわからないですけども、まあ多分そっち系になると思います。で、今ね結構ねカメラが集まってきて面白いことができるかなっていうのが、キャノンフレックス RP もそうなんですけど、標準レンズをつけたね、このぐらいの世代のモデルね、まあ絞り込み速光か開放速光か、基
際どいぐらいの時代のカメラがね結構揃ってきてるんですよ。まあ、ここにもありますけど、これはね、ヤシカエレクトロ X っていうのかな。これね、レンズがね、ヤシノンのね 50mm のね F1.7 っていうのがついてます。これね、富岡光学っていうね、メーカーの、レンズみたいで、非常に写りがいいということでね、ヤフーオークションとかでもかなり高値で取引されてる、レンズになります。で、骨董品屋さんでカビてるっつんで安く仕入れて、だいぶ頑張ってカビを落としたんですけど、ちょっと残ってしまいましたけど、まあ、ファインダー見る限りはね結構いいんですよ。すごくいいんでね、このカメラ、もうすでにフィルムが入ってるんですけど、ペンタックスのスポットマチックと、このヤシカ TL エレクトレックスと、ニコマート FTN、それとね、キャノンフレックス RP、それにキャノン FX、あとなんだっけ、そんなもんだったかな、その、あ、そや、ミノルタの、なんだっけあれ、50mm の F2 やったかな、その辺もね、いっぺんにね、全部同じフィルムで、トライ X でいこうと思ってます。トライ X400 で、同じフィルムで撮って、で、この時代のフィルムが、この時代のレンズがどんな感じだったかなっていうね、比較動画もね、作りたいと思ってるんですけど、なぜね、今上げただけで何台だ ?1、2、3、4、5、6台。6台のカメラで36枚撮りのフィルムを撮るんで、やっぱね、全部撮らないともったいないんで、200何十枚も撮らなきゃいけないんでね、その企画はね、ちょっと先になっていくと思いますけど、カメラを紹介して、最後に、比較動画みたいな感じの作る形になっていくと思うんですけど、まあ、その企画はね、随分まだ先になると思うんですけど、ちょっと面白いね、企画、やっていくと。もうね、これもね、感動品だったんでね、カメラ自体も感動品。これ、電子シャッターなんですね。電子シャッターで、いかん、撮らねえよ。フィルム入ってたんで、シャッター切るわけにいけないですけど、4LR44 がね、この時代のね、カメラに入ってるんですね。で、露出系のね、スイッチがね、これすごい使いにくいんですよ。これなんですね。これを押すと、絞り込み速攻をするっていうね、ちょっと面白いカメラになります。いろんなね、カメラね、揃ってきててね、またどんどん紹介していきますんで、古いカメラ、フィルムカメラが中心ですけど、まあ、以前から言っているようにね、フィルムで残さないと写真は残らないということで、フィルムカメラを押してやってます。チャンネル登録で、していただいて、最後この辺かな、この辺にチャンネル登録ボタン出てきますんで、ぜひよろしければチャンネル登録して、また次の動画もお待ちください。今日の動画はここまでです。また次回の動画、お待ちくださいませ。それではまた、チャンネル登録よろしくです。最後まで見てくださってありがとうございました。